皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は8月のお気に入りを紹介していきたいと思います。この夏ね、結構使ったなというものを今月のお気に入りとして紹介させていただきます。ご興味のある方はぜひ最後までご視聴ください。1つ目はこちらのワンピースになります。結構着てた時にどこのブランドですかって言われてたんですけど、シュリエットっていうお店で購入したものです。109に入ってるお店なんですけど、去年かなに東京に行った時に買いました。これ後ろもすごく可愛くて、これは夏にね結構着てたかなと思います。もう北海道はだいぶ寒いのでもうそろそろ着れなくなるかなって思うんですけど、今月のお気に入りとして紹介しました。まあ最近買ったものではないんですけど、まあ最近よく着てたかなという感じです。はい、次こちらです。こちらはスキンアクア東亜と UV エッセンスの日焼け止めになります。これは結構使っててもう少ないんですけど、車で出かけるってなった時、あ塗るの忘れたって思って車にも1個置いてて、普通に家にも1個置いてて2個持ってるんですけど、両方とも中途半端な量なんですけど、ロート製薬から出てるものなんですけど、これは紫のカラーで透明感を与えてくれるのですごくお気に入りです。前に紹介したものも紫のもの紹介したと思うんですけど、それよりもこっちをね結構使うことが多かったかなと思います。こっちの方がサラサラした感じなので私はこっちの方が好きでした。続いてはこちらにあります。こちらは購入品で紹介していなかったんですけど、インスタには載せました。とコージードーリーウィンクのロングマスカラ、こちらブラックと、あとこっちがボリュームマスカラというもので、最初にこっちを塗ってその後こっちだったかなと思います。こちらはドーリーウィンクっていうブランドメーカーなんですけど、とそのこちらとマスカラになります。ドーリーウィンクのものは初めて買ったんですけど、私の大好きな2期咲乃ちゃんが下に載せてるのを見てすごく気になったので買ってみました。私はブラックのカラーを買ったんですけど、ボリュームが出たので最近使ってたかなと思います。割とこうバサバサに見えるので、いつもよりちょっとね派手に見えるかなって思うんですけど、最初にこれを塗ってから塗るとやっぱりボリュームが出るかなって思って2個買ったんですけど、ずっと探しててやっと見つけたっていう感じだったので、こちらお気に入りです。ナチュラルにまつげを見せたい方には向いてないかもしれないんですけど、ボリュームを出したいっていう方には向いてるかもしれません。続いてこちらです。これ私すごくねもうめっちゃ気に入ったんですけど、ファンメイククイックラッシュカーラーのこちらは透明のタイプになります。ピンクのものが最近っていうか割と最近発売されたかなと思うんですけど、私は透明の方を持っています。こちらはまつげをボリューム出すためにマスカラ下地みたいな感じで塗るんですけど、マスカラ塗る前にこれを塗ると本当にもう全然違うんですよね。初めて使った時びっくりしたんですけど、まずこれを塗ってちょっと乾かしてから他のものいつも使ってるマスカラを塗るんですけど、ボリュームが本当すごいし、あとこれをつけてから落とすのが大変になりました。落とすのが大変イコール持ちがいいっていうことなので、落とす時は大変なんですけど、普段普通にこうお出かけしたりする時とかはマスカラ取りにくいのでいいなって思いました。プチブラだしキャンメイクのものなので、よかったらぜひ皆さんも買ってみてください。これはね結構今月の中でもねダントツでお気に入りです。続いてこちらです。こちらはジルスチャートフォーエバー全身オイルルージュティントの04番です。こちらは結構ワインっぽい感じのカラーなんですけど、出してみるとこんな感じのカラーですごく可愛いカラーです。こちらは秋にいいなって思ってこのカラーを買ったんですけど、秋じゃなくても8月も結構使ってました。キスのリップを塗ってからこれを塗るのが好きだったんですけど、最近これは結構ティントで持ちもいいのでこれ1本で使ってもいいなって思って最近はこれ1個で使ったりしてます。ちっちゃいのでポーチにも入れやすいし、見た目がすごく可愛くてカラーもすごく好きなので気に入っています。ティントなのでこちらのジルスチャードフォーエバージューシーオイルルージュシアーっていうものは割とすぐ落ちやすいなって思ってたんですけど、このオイルルージュティントの方は結構持ちがいいなって思いました。なのでどっちを買おうか迷ってる方はオイルルージュシアーよりもティントの方がティントのだけあってすぐに落ちないのでこっちの方がいいのかなって思いました。続いてこちらになります。こちらは DHC のアイラッシュトニックっていうまつげ美容液になります。まつげ美容液はまつげを長くしたくて買ったんですけど、まあつけててすっごい伸びるかって言われたらまだわかんないんですけど、塗って2日目で結構長くなったなって個人的に思ったのでお気に入りに入れました。まあ1ヶ月とか使ってないので何とも言えないし、2日後は
結構伸びたなって思ったんですけど、それからちょっとあんまり変わってない気がして、まあでもまず最初に目を閉じて写真を撮っといたんですよ一応。で2日後にもう一回写真を撮って、その目を比べてみたら、まあ写真の撮り方とかあるかもしれないんですけど、結構伸びたなって感じたので、こちらはお気に入りに入れたんですけど、スカルプ D のまつ毛美容液も結構人気なので、それもちょっと気になってるんですけど、もし両方使ってる方や、あとはスカルプ D のね、あのまつ毛美容液使ってる方がいたら、ぜひどっちがおすすめとか、あの伸びるとかね、ぜひ教えていただけたらなと思います。結構こう高くていいものとかだと色素沈着が激しかったり、目がこうなんかこう腫れるっていうかになっちゃうみたいなので、そういうのは嫌だなって思って、こう1000円ぐらいで買えるものなんですけど、まあ色素沈着しないとか伸びるとかっていうのがあったら、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。続いてこちらです。こちらはアルコール成分ウエットティッシュの16枚入りです。こちらは2個で100円なんですけど、こちらはねセリアで買ったものになります。結構8月と7月も8月も結構夏休みっていうこともあって、いろんな場所で撮影したりお出かけしたりした時に、お腹空いて食べた時とかに結構ウエットティッシュ使ったので、めっちゃ消費するなって思って、まあもちろん柄がない可愛くないものはもっと枚数入ってるんですけど、私は可愛いものの方が好きなので、この16枚入りのもの結構小さいし持ち運べるので結構使ったので、こちらおすすめです。別に夏じゃなくても今後あのこういう可愛いの売ってるので、ぜひ皆さん使ってみてください。続いてこちらになります。こちらは急にコスメじゃなくなるんですけど、こちらねもちっと伸びる粘土になります。こちらはスライムをね作ってる方にしか、まああんまりこう良さは分かんないかもしれないんですけど、スライムに入れてみたらすごく良かったです。なので、まあ、スライムに興味がある方以外は興味ない話かもしれないんですけど、ちょっと聞いてください。こちらはふわっと軽い粘土を混ぜるよりも、すっごくもちっとした弾力のある感じの柔らかいスライムが作れるので、こちらすごく気に入りました。もしスライムを作ってたりして、まだこちらの粘土使ったことないっていう方はね、もう絶対買った方がいいなと思います。私はシェービングフォームで作るもちもちのとマシュマロスライムの中に入れたんですけど、クリアスライムには入れたことがなくて、まだちょっとわかんないんですけど、と普通にシェービングフォームで作ったスライムに入れる分にはすごくもちもちで柔らかかったのでおすすめです。サイズってか量は普通 のいつもダイソーで売っていた軽い粘土よりも量は少ないんですけど、その分すごく質が良くて、すごく伸びる海外風の、ね、スライムが作れるのでいいなって思いました。また動画でこれ登場するかもしれないんですけど、ぜひ皆さん買ってみてください。個人的には白がおすすめかなと思います。その方が絵の具で好きな色にできるので、赤とかあとは青とかもあるんですけど、個人的には白がおすすめです。そして最後のおすすめはこちらになります。ちょっとこちらを紹介します。こちら31のアイスなんですけど、今月めちゃくちゃお気に入りだったアイスになります。これを撮影している日が8月の31日なので、もう販売は終わってしまったんですけど、まああるところにあるかもしれないんですけど、本当におすすめのアイスなので紹介します。 YouTube では紹介するの初めてかなって思うんですけれども、こちらの31のハニーレモンハニーというアイスになります。こちらは藤田ニコルちゃんがこうフレーバーを作ったっていうものなんですけど、あの味が本当に美味しくて、レモンなんですけどレモンキャンディーが入っていて、こうソルベとかアイスキャンディーみたいな感じじゃなくて、なんかこうアイスクリーム、こう質っていうか何、このシャリシャリ感とかっていうのは普通のなんかアイスと同じ感じのすごく柔らかいアイスクリームなんですけど、レモンのアイスなのにクリーミーなレモンの味ですっごくお気に入りです。でレモンキャンディーを入れてるっていうのが結構ポイントみたいで、すっごいこれ美味しくて、今月もう何個買ったんだってぐらいなんですけど、来月から売らなくなってしまうのでお持ち帰りでこれをね、ちょっと今日はね31の日で 31% オフだったのでダブルを6個買ったんですけど、この間4個買って、その前にも3個買ってとか、あと31行った時に食べてとか、めっちゃ食べてるんですよ。なのでね、まあぜひあのインスタに載せてたりしたので、インスタ見てくださった方は私がすんごい美味しい美味しいって書いてたので、それを見て食べてくださった方もいるかもしれないんですけど、動画ではね紹介してなくて、もっと最初に紹介しとけばよかったんですけど、すごくおすすめのフレーバーです。お店の人曰く9月にはいろんなフルーツの味だったりとか、ハロウィン系のなんか味とかが出るみたいなので、それもすごく楽しみだなって思いました。普段はラブポーション31とかナッツトゥーを食べることが多いんですけど、普段あんまりいろんな味とか、まあ、食べるんですけど、結局まあ
その2つをほぼ食べてるって感じなんですけど、本当ランクインするぐらい本当に美味しいアイスだったので、冷凍庫に入りきらないかなっていう心配はあるんですけど、まあ、こちら買ってきました。ちょびちょび食べたいと思います。というわけで今回は8月のお気に入りを紹介しました。結構8月は充実してたし、夏休みもセレンちゃんとコラボしたりとか、ひまちゃんとかエマちゃんとお会いしたりとか、いろんなコラボ動画とか、あとはTikTok とかね、あと撮影とかいろいろできたので、すごく楽しかったし嬉しかったです。とまたね、と夏休み終わりましたが、 YouTube は続けていきたいと思っているので、よろしくお願いします。また秋になってお気に入りのものができたらまた紹介していきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。ではバイバーイ。